これより戦略的な国際防衛協力の推進自由で開かれたインド太平洋ビジョンを踏まえた防衛省の取り組みをテーマにパネルディスカッションを行いますはじめにパネリストの皆様をご紹介いたします向かって右手より東京大学公共政策大学院客員教授高見沢信重様高見沢様は1978年 防衛庁に入庁されその後防衛政策局長防衛研究所長内閣官房副長官補などを歴任した後2020年1月までジュネーブの国連軍縮会議日本政府代表部大使として勤務されました現在東京大学公共政策大学院客員教授を務めておられます続いて慶應義塾大学 総合政策学部教授、神保健様、神保様は慶応義塾大学大学院政策、メディア研究科博士課程を修了され、日本国際問題研究所研究員をなどを経て、現在、慶応義塾大学総合政策学部教授を務めておられます。専門分野は国際安全保障論、アジア太平洋の安全保障、 東アジア地域主義日本の安全保障政策でございます続いて防衛研究所主任研究官佐竹智彦様佐竹様は2010年オーストラリア国立大学大学院博士課程を修了後防衛研究所に入所され主任研究官を務めておられます2013年には内局国際政策課で 多国間の安全保障を担当する部員として勤務されました専門分野は同盟研究オーストラリアを含むアジア太平洋の安全保障日米豪安全保障協力でございます続いて東京大学大学院総合文化研究科教授川島真様川島様は1997年 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程を修了され、北海道大学大学院助教授を経て、現在、東京大学大学院総合文化研究科教授を務めておられます。専門分野は、中国を含むアジア政治外交史、東アジア国際関係史でございます。続いて、神奈川大学法学部教授。 大場様,様は1998年東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了され東京理科大学教授を経て現在神奈川大学法学部教授を務めておられます。専門分野は東南アジアを含むアジア太平洋地域主義国際関係論でございます。 そして本日モデレーターを務めていただきますのは日本経済新聞編集局コメンテーター秋田博之様です秋田様は1987年日本経済新聞社に入社され北京支局ワシントン支局で勤務されハーバード大学日米関係プログラム研究員を経て現在本社コメンテーターを務めておられます それではここからの進行は秋田様にお願いしたいと思います。秋田様よろしくお願いいたします。よろしくおね。よろしくお願いいたします。皆さんどうも今日はありがとうございます。あの私普段は取材をして記事を書くのが仕事なんで、すが今日ここにもうソロイの皆様には本当に取材する側から見て本当に日頃私なんかがいろんなアイデアとか考えを教えていただく。 上でその分野の一番優れたと、えー、びきりの方が今日集まっていると言って断言していいと思います。しかも各地域をそれぞれ、えー、専門分野に網羅されていて、で非常にこうしかも自分の今日はですね、えー、自分のもう考えを思い切り喋っていただけると思うんですけれども、えー、単にこう詳しいというだけではなくていろんな考えを持ちであると。 いうことで今日あの集まっていたただきましたでましずあの冒頭に、えー、なぜインド太平洋構想もしくはインド太平洋について、えー、話を今日議論するのかということを私なりの考えとして皆さんの理解を深めていただくために申し上げたいと思います。えー、はっきり言って今日本が何で急にあのインド太平洋とかですねあと皆さんも聞いたかもしれませんがクワッド いわゆる日本やオーストラリア、アメリカ、インド、この4カ国と急になんで仲良くしようと言い始めたのか、これはですね、あの決して日本が友好的な輪を広げようと思ってやっている話ではありません、私の理解では。これは日本をアメリカに守ってもらうことで今まで70年間も平和を保ってきたんですが、もはやアメリカにおんぶに抱っこだけでは、日本のことを守ることができないと。だから さらに他の友達パートナーをにネットワークを広げよう広げようというまさに言ってしまえばサバイバルのためにやっていることなんですね。で例えば一例を挙げますと、えー、今中国軍とアメリカのこちらに展開しているアジアに展開しているアメリカの軍の軍事バランスを考えてみるとですね皆さんはアメリカが圧倒的に強いというふうに勘違いをしている方も多いと思うんですが 現実は全く逆です先週金曜日に、えー、アメリカ・インド太平洋軍の司令官が挙げた数字をここに紹介したいと思いますが例えば戦闘機で言いますと中国は今5倍でもこれが2025年10年後じゃありません4年後にはもう8倍になりますアメリカのですね空母は3倍潜水艦6倍強戦闘艦って軍艦ですね これ9倍になるんですねだほとんどもう白鵬と小結び以下みたいなサイズになります。でそういうアメリカにおんぶに抱っこであの日米同盟で守ってもらっている日本はどうやって生きていくのかというのがまさにクワッドであり太平洋戦略であるとインド太平洋構想であるということでえ今日の話を進めていきたいと思います。で冒頭にあの今日1時間半と長いので 1つ目の塊は、そういう日本が、えーまあ、特にですね、今日のテーマはあのインド太平洋ということですから、軸になるのはアメリカとオーストラリアとまずはインド、これがいわゆるまあ身内といいますか、一番親しいクアッドという枠組みの仲間です。その中でどういうふうにさらに協力を進めていくのか。 そしてさらにはアメリカの同盟国でまあ遠,い仲間遠い友人ほどです、ね、頼りになるときは頼りになるものでヨーロッパの国をここにどういうふうに引き付けるのかというような話が一つ目の塊です。同盟国や友好国との協力。2番目がこれ結構一番重要なうちの一つだと思いますがこの場所にある東南アジアの国にどうやって協力してもらうか。 シンガポールとかタイとかインドネシアとかですね彼らはやっぱりあの中国と対立もしたくもなければ中国のいろんなことに対してですね脅威を持っている人た脅威感を受けている人たちなのでそういう人たちをどういうふうにこ,こちらの側に引き寄せていくかが2つ目の塊です3つ目の塊は当然一番これも重要なテーマの1つになりますが、えー、政府はそうは言いませんが はっきり言って、このインド太平洋やクワッド、これは中国に対抗するためというか、対抗というと言い過ぎなんですけれども、中国がこんなにでかい、さっき言ったように、こんなに軍事的に大きくなっちゃったので、どういうふうにこっちもバランスを取るかということでやっているわけですから、当然、中国は不愉快に思っていると思います。まあ、あのそういうううういい中国にどう向き合うかという話を えー、3つ目にしまして、そして最後のまとめにいきたいというふうに思います。前置きがなくなっちゃってすみませんが、とりあえず、えー、よろしくお願いいたします。じゃあ、1つ目の塊なんですけれども、まずは、このいわゆるアメリカやオーストラリアや、えー、インド、さらには、まあえー、その後はもちょっと欧州の話もしたいと思いますが、まずはこのあ同盟国である日米豪インドこの中の協力をどういうふうに進めたらいいか。まあ、ここはまずあの 防衛政策をずっと長年携わってきた、上沢さんにまず、えー、ちょっとお話いただきましょうか。三分ぐらいで、お願いします。はい。あ、あきさん、どうも、ありがとうございます。えっと、私は、今の状況の中で、何が大事かということを考えてみると。私は、あの、防衛研究所の所長をやってたせいもあるんですけども。あの、ネットワークとですね。それから、イニシアチブを、やるということ。 それから多様性を持っていくということ、それを持続していく力というのが、やはり非常に重要ではないかなというふうに思っていましてで、そういったことを考えた場合に、この地域で、インドも含めまして、ですねこの民主主義国である、この4つの国というのは、そういった力のベースになる要素があるんではないかなというふうに思っていますので、その中で健全な競争をしながらですね、 さらにそのいろんな関係を高めていくということが非常に大事ではないかと。一方、のこの FOIP という構想はあのまさに自由で開かれたインド太平洋ということですからこういった国がいろんなところでいろんなあの支援もしてますしそれぞれの国もホスト国同士ががいろんな思いを持っているとでそれに対してどう支援をしていくかというそういう極めて包括的でですねでしかも そのホスト国のニーズに応じたようなことができるという機会ではないかなというふうに思っていますので、まあ、それが非常に大事ではないかと、でその大前提となるのは、おそらく3つの柱が必要ではないかということがありまして、1つは、あのそれぞれの,その4カ国がこの地域でやっているプロジェクトなり、協力案件というものはどういうものであるのかということをお互いが理解し合うと。でそれが防衛当局だけではなくて 民間のプロジェクトも含めて、どういうふうなマップ、どういうような状況になっているかということをお互いが理解し合うということが非常に大事ではないかなというふうに思います。それから2点目は、そういった状況をもとにして、では実際にこの地域が安定につながるような、アクションにつながるものは何かということで、行動に焦点を当てたような協力ということを考えていくということ。点目はですねそれぞれぞの努力が お互い知らないでですね、勝ち合ってたり、その国は本当はこういうことをしてほしいのに、それぞれの国からいろんなこと言われてるんだけども、肝心なところに手が届かないというようなことがあるとすれば、そこをやはり全体としてつなげていく力というのが大事ではないかなと、したがって私は、その日米合印というのが、この地域で協力していくためには、お互いのそういった思いを共有し合い、それぞれがどこを重視しているのか、それで全体の地図を重ねてみるとですね、どういった状況になっているのかというようなことを、 あの認識し合うと、そこからあの始めていくべきではないかと、でそういう中において、軍当局というのは、非常にその組織としてしっかりしておりますし、あの多様性を持っているということなので、そういうことをあの軍同士が認識し合うということは、また非常にあの今後のベースになるのではないかと、そういうまあ意味合いがあるのかなというふうに思っております。私ののそそういいいいいっったたたととところでででお答えしたいと思いますといますす、えー、次にににさんんん移るんですけれどもその前にちょっと1 1点伺いたいんですが そういういことを今言ったようなこのまあそれぞれのニーズやそれぞれの考えをいろいろ勘案しながら行動計画を作るとまさに本当にあの当局者でいらっしゃった高見沢さんならではの考えだと思うんですがぶっちゃけえ日本とアメリカとはそんなに考え方違うかもしれません考え方は変わらないかもしれませんがイン,ドインドは自分が一番でかいと思ってますしまあ中国とも紛争しててあんまり中国を刺激したくもないでしょうし。 えー、オーストラリアは遠く離れてますし、この4か国って、うまくいくんですかえっとですね、あのそういう4か国の関係っていうのは、あの一枚は出ないことは確かですし、案件に応じて全然その関心が違うと、あるいはあの競争関係にあるかもしれません、だから大事なのはです、ね、私は3つに分けて考えられると思っていて、1つはお互いの向きが同じで非常に協力し合える分野と。 2点目は同じような向きを向いているけれども、正直競争していると、俺のほうがリードを取りたいという分野と、3つ目は、ですね俺は全く関心ないけれども、お前がまあやるならいいやということなんですね。で、この3つであれば、私は協力はかむんだと、問題はですね、矛盾している分野をどうするかと、それはまあこの枠組みではあんまり議論しないということになるんじゃないかと思いますありがとうございますあの。今まさにこの共通の同じ方向を向いている、えーまあ多分中国ということが一番でかいと思うんですが、 で違うところについてはあまり突っ込まないでやっていくという、まさにそこの知恵だと思うんですが、神保さん、神保さんはあの今は東京にす、バンコクに拠点を置かれててですね、東南アジアにもいらっしゃいますし、しかも長年いろんな国を見ていて、えー、もう一回同じこと聞くんですが、えー、同じ方向を向いてや,やりたいんですけれども、中国、特に中国にどう対応するか、この4か国はうまくいくんですか。 特にインドがなんか結構私はくモ、えー、者と言ったらすみませんインドには申し訳ないんですけれども大きいし、えー、話すと長いしいろいろと難しいようなところもあると思うんですが課題というかそこら辺も含めていかがでしょうか、はい、あのまずあの冒頭の司会の秋田さんの問題提起は大変重要だと思っていてあの中国の台頭に伴う,こう戦略的なバランスが、えー まあ極端にこう今変化しているわけですよねでインド太平洋戦略はあのそれにどう対抗するか、えー、特にこう中国との,この戦略的競争関係をどう進めるかという大変重要なこの手段だと位置づけられているのはその通りなんですけどそれを見た時に日本政府の説明ってあのコネクティビティとこの規範とあと安全保障なんですけど安全保障のところを見ると。 なんかねあの災害救援とか人道支援とか能力構築支援とか書いてあるんですよ。で私はそれは間違ってないんだけど非常に低姿勢に定義していて本当のこと言ってないんじゃないかと思うわけですね。じゃあその本当のことっていうのは何かというとその中でもやはりアメリカのプレゼンスをインド太平洋地域でしっかりと確保するために。 ちゃゃゃんんんんととと協力しななななきいいいいけませんねううここじゃないですかっていうことなんだと思うんですよね。で特にまあバイデン政権であのグローバルな戦略体制の見直しが進められていて、まあ、あのアメリカはよくダイナミック・フォース・エンプロイメントっていいますけれどもやはりこう展開をこうしていく中でいろんなこう拠点を柔軟にこう何て言うんですかねそのもたらしてくれる地域のインフラとかを整備してほしいとすると、えー、沖縄から。 えー、フィリピンとそしてマラッカを抜けて、えー、ココス諸島ディエゴ・ガルシアからバーレーンまでのこのインド太平洋の一連のこのアメリカの拠点を同盟国との協力のもとにどう確保するかが実はその競争を戦い抜くということでは決定的に大事なんじゃないかと思うんですねだからインド太平洋と安全保障っていうのは多分ここが核心だと私はあの思っています。で2つ目なんですけども でもそのいろんなこう高見沢さんからもこういろいろこう地域によってグラデーションがあるという話その通りだと思うんですけれども実はこの米中の戦略的競争って長期的なものなんですよあのロングタームで,でそこで20年ぐらいの単位でどうやって戦い抜くかなんですけど我々を含む地域諸国ってすごいショートタームなんですよ。 今まさに起きていて秋田さんの言ったようなこう戦略関係のバランスの変化なんていうのは日本にとってみたらそんなのは10年前から起きていることなんですよね今日本と中国の防衛費の差ってもう4倍以上でしょでこれが2030年になると10倍ですからその中で単体で航空優勢とか海上優勢を保つなんていうのはほぼ不可能。 なんですね。で、これをどのような新しい防衛コンセプトと他国の他の国との協力の中でサバイブしていくのかっていうことがまあ、革新的には重要な話でこういったプラクティスっていうのは、日本からオーストラリアインドにまた広がっていくわけですね。こういったものを互いに参照しながらまあ、なんとかこの10年20年をなんとか乗り切ろうというのが、実このインド太平洋戦略のテーマなんじゃないかと思っています。あのまた。 これ一巡して最後の時に高見沢さんにもあのちょっとお聞きしたいと思うので、今あのまさに政府はちょっと正直にもっと言うべきじゃないかと、ワクチンとかですねあのなんか災害協力とかもそういうのは多分あんまりセンシティブじゃないからそこから始めるのはいいんだけど、これ安全保障協力なんであると、中国に選んだ。その場合どうするのかというのは確信じゃないかというようなこともありましたので、た後の方最後にちょっとまた高見沢さんにそこにも答えていただくとして、次、佐竹さん。佐竹ささんはまさに 防衛研究所にいらっしゃってそういう安全保障の側面から日々研究されていてあのさらにオーストラリアで研究もされているんであの本来こう台本的には、まあ、ちょっと欧州をどう取り込むんですかみたいな話も聞こうと思ってるんですがそれも語っていただく一方で今出たこのジムさんから出たこれは結局安全保障の協力の枠組みなんだよねとだけどその戦略的なこの長期で見る余裕がある中国アメリカとかと違って もうこっちの地域諸国は日々のことで大変な中でこうやっていくというそこら辺も含めてですねオーストラリアの視点なんかも含めてちょっと、えー、さらにはすみません、できればおで、まあ、い含めなくてもいいですけどもしもあの入るようでしたらその,そのか観点から欧州との付き合いも含めてちょっとすみません、いろいろいっちゃってすみません。いう先ほど高,高見沢さんのほうからアクションオリエントという話があのございましたけれども。 私はもちろんそれも重要だと思いますけれども同時にやっぱりそのある種のビジョンみたいなものを共有するっていうのもあの等しく重要かなというふうに思っておりましてであの私は常々、ね、言ってることなんですけど日本とオーストラリアの安全保障協力がなぜここまで強化されてきたかっていうのはですね必ずしもその地政学的な意味での脅威っていうものを共有していたというだけではなくてやっぱりそのある種こう共通の秩序感といいますか例えばそのアメリカの同盟体制に基づく秩序であったりあるいはその 力ではなくてそれからやっぱりその民主主義とか人権とかその法の支配とかある種普遍的な価値に基づくその秩序というものに関してまあ共通のある種思考性を持っていたということは結構やっぱこれバカにできないんじゃないかなというふうに思っておりまして若干書生臭く聞こえてしまうかもしれないですけれどもそこはやっぱり一つ大きなあのポイントかなというふうに思っております。 でそういう意味で言うとヨーロッパというのは非常に重要でヨーロッパって日本と同じようにアメリカの、まあ、同盟国 NATO を通じてです、ね、同盟国でありますしそれからやっぱその民主主義とか法の支配に基づく支に対する支持というのは非常にやっぱり強いとでやっぱこういった国と協力してある種その法の支配とか高校の自由というのはそのある種グローバルな規範ですけれどもそのグローバルな規範をインド太平洋という地域にどう根付かせていくかというのが FOIP、うん、の,の要定ではないかなというふうに であの先ほど秋田さんの方からありましたどインドがじゃあ果たしてそういったその秩序認識を共有しているのかって言われるとですね若干こう個人的には私はあの疑問符がつくところあるんですけどただやっぱりモディ政権以降インドもそういうグローバルな機関に徐々にあのコミットを強めている部分がありますのであのやっぱオーストラリアなんかと違って若干長い目で長いスパンでインドと付き合っていくっていう観点が必要なのかなというふうに 考えておりますでじゃあ具体的な協力項目はどこにあるかということなんですけれどもまあこれはもちろんキャパビルとか海賊対象とかです、ね、サイバーとかそれこそコロナ後の医療支援とかいっぱいあると思うんですけれどもあの個人的に非常にあの関心があるというか重要だと思っているのはやっぱりインド洋上でどう協力していくかと特にインド洋ってそのヨーロッパとアジアの結節線にあるわけで彼らにとって非常に来やすいと思いますしそれからその離島がやっぱありますよねあのディーゴ・ガレシアとかアンダマン・ニコバルとか。 えココス島とかクリスマス島とかっていうところありますけれどもそういうところの,その軍事施設に自衛隊がよりアクセスを強化していってでそういうところでやっぱりインドとかヨーロッパの国とかですねオーストラリアと関係を深めていくっていうのは今後ますますあの重要になっていくんじゃないかなというふうに思います。それかからちょっと細かい話で恐縮ですけどインドがあの2018年にあの えー、インド太平洋情報フュージョンセンターっていうのを作りまして例えばそういうところにその連絡官を発見したりとかでそこでまた日曜で協力していくとかですねそういう海洋安全保障分野でどんどん関係を深めていくっていうことがやっぱり今後重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。であの理想的にはおそらく私は韓国をこういう協力の悪に入れていくべきだというふうに思ってるんですけどもただ先ほどの,の市場認識っていう部分で言えばやっぱり韓国もなかなか独特の市場観というものを持っておりますのであの一朝一夕ではいかないしやっぱ朝鮮半島を中心に考えるっていうところ ありますので、あのー、そういう意味ではなかなか難しいんですけど、しかしやっぱ韓国っていうのはその同時にあの重要な隣国でありますので、えー、インド太平洋に関与させていくってことをやっぱり継続的にやっていくべきじゃないかなというふうに思います。なる、ありがとうございます。あの聞いてて聞いててその冒頭の発言で思ったのは、要するにビジョンを共有するということは大事であると。まあ人間関係でいうと、要するにああこいつと俺は考えが一致してるよねっていう。 考えが一致できると、まあ、お金の貸し借りで揉めたりとか仕事で迷惑かけたりしても考えが一致していれば人間は信用でして付き合えると考えが一致してないと、まあ、ちょっとしたことで揉めるということなんですが、まあ、そ,ういうそういう意味ではこの民主主義の国の塊でとりあえず連携してやっていこうということは意味があるのかなと今聞いてて思いました。 えー、その上で、まあ、具体的に、まあ、ディエゴ・ガルシアの話とかそういったような話をしていただいてありがとうございます。その上で大場さんに伺いたいんですが大場、えー、さんには後で東南アジアをじゃあどういうふうに、えー、取り込むっていう,うと浮かべか目線なんですけれども東南アジアをどう協力するかって話はちょっと置いときましてここまでの議論を聞いて大場、えー、さんはどちらかといえば地域研究いろんな国の地域研究から入っているわけですけれどもこの クワインド太平洋クワッドのこの番組って日本が希望している安全保障日米では足りない部分を補う対中という意味でとして機能すると思いますそのための課題といいますか、うん、あの非常に難しい,難しい急にっっちゃってすみません<え>想定にない質問で難しい問題かなと思いますが あの一つの日本が進めていくべきマルチの選択肢としてありなのかなと思っております、まあ、2010年代っていうのはその日本が FOIP を提唱するっていうのもそうですしクワッドにあのを積極的に推進するっていうのもそうですしあとあの経済的には TPP だとか RCEP だとかいろんなものが進むっていうことであの実はあのアジアにおいてはマルチが非常に活発化したということがあります。でそれは どうしてかというとみんなが仲良くしたいからというよりもです、ね、むしろもちろんそれもあるんでしょうけどあの、まあ、みんなリスクヘッジをしているという感じなんですよね、国際秩序が非常にこう不透明になって米中もあんな対立して今までの,あのやり方で通用しないという時に、あにいろんなあの連携を模索するということを日本に限らずいろんな国がやっていてその中の一つの,あの選択肢としてクワッドがせっかくあるんだからそれを活用するというのは重要だと思うんです。ただ私 私も秋田さんと同じでやっぱりインドというのが非常に難しい国だなと思っています。であのまあ日本はしょうがないんですけどクワッドをあの、まあ、提唱した時もあるいはインド太平洋というのを考えた時もインドをあの自分たちのパートナーとしてもっと引きつけたいと。 あるいはもっとパートナーとして活躍というかですねあの一緒にやってくれるだろうっていうすごい強い期待があるんですけどあの強い期待を抱いていろいろ誘いを出すのは私は全然問題ないと思うし実際に安全保障協力も進んでますから前よりもいろんな形で進んでるのでそれもいいと思うんですねただしあのインドへの過剰な期待っていうのはやっぱりすごくこう警戒というかその抑えなければいけないなと思っていて安全保障からするとあのインドは非同盟なのか それとも今インド太平洋地域あるいはインド洋で起こっている今の現実に対処するために違う方策を取るのかというこの,この揺れがすごくあると思うんですね。でその場合にはあのクワッドでありアメリカともっと組むでありいろいろ出てくるんだけどやっぱり見てると中国への対応というのはそれほどこう逃げ切らないというかですねそんなに対中という感じにはならない。だからやっぱり揺れてると。 思うんですねでそして経済に関して言うとあの今日は経済関係ないと思われるかもしれませんけど実は RCEP へのインドの加盟をものすごい期待したのはやっぱり RCEP をちょっと簡単に説明していってあすいません <laughs> RCEP はあのあの昨年11月に日本と ASEAN アア諸国そしてあの中国韓国 そしてオーストラリア、ニュージーランドといった15か国であのまあ妥結、あの署名をしましたあの地域経済連携ですね、すいません、あのでこれもインドがもともと入っていて離脱をしたっていうのをものすごくがっかり、まあ、がっかりはするのはしょうがないんですけどそれもやっぱりインドへの過剰な期待があるけどやっぱりインドだけちょっとあの今、東アジアで進んでいるあの経済統合の中のあり方とはちょっと違うんですよね。 だからそういう,こうインドへの過剰な期待というのを抑えながらもあのなんとか4か国でやっていく努力をしていくということ自体は私はあのやっていくべきだと思います。もうとにかく今日本は選んでられなくていろ,んなあのいろんな球を打つしかないのではないかと思っている次第です。ありがとうございます。あの最後にもう一回ここで高見沢さんと神保さんに、えー、あその前に川島さんはなんかしゃべりたいことがもしこ,こ,ではこのセッションでは想定されてませんがなんかあれば。 その前に後後でででければ後で後でいいですね、はい、すみません然そうしましたらちょっと高見沢さんにここでまた戻りまして、えーまあ、この1個目の塊では要はこの安全日本が日米同盟だけじゃ十分足りないよねとでその安全保障の足りない部分を仲間を作ってあの佐竹さんからの話もありましたように能力だけじゃなくてビジョンっていうか、まあ、要するに人間同士で言えば信じられる仲間で。 えー、お互い守っていこうねっていうそういう枠組みだということでが大体分かってきましたただ同時にやっぱりインドとかこの,このセッションではもうみんなアメリカの同盟国プラスインドでかなり身内的な国同士なんですけれどもそれでも簡単じゃないよねっていう議論になってるんですがそれも含めて今後の課題と見通しといいましょうかその安全保障協力としての,あの防衛特に安全保障協力としての課題 えどういうふうにやっていったらいいかっていうのを高見沢さん、そして最後神保さんにもお願いします。えー、ありがとうございます。あのまず一つはですね、あの今回のそのインド太平洋のいろんなビジョンというのは、私はその力のバランスだけではなくてですね、いろんなソフトをも重視しながらそれぞれの制度がどんどん発展していくというですね、そこもあの大いに考えていかなければいけませんし、今言ったその信頼関係っていうのは。 いろんな防衛交流なり協力なり、あるいはその国のためになるプロジェクトをやることで生まれるので、その点はやっぱり防衛分野でも言えることではないのかなというふうに思います。それから2点目は、政府はある程度はっきりさせてもいいというところはあると思うんですけれども、今の,その競争の側面というのは、アメリカも中国も、あるいはまさに最近出たイギリスの報告もそうですけれども、競争の時代だということを非常に意識をしていると。 その競争が広がっているということですから、FOIP というのは、ある意味、競争的な側面は当然持っているんだということは、はっきり申し上げられるんではないただ、その競争がちゃんとした意味を持つためには、結果を生んで,で、そのまさにそれぞれが望んでいることが実現していくような、そういう構想なり、ビジョンになるかという、そのまさにリザルトオリエンテッドなところがあると思いますから、それを出すために何が必要かということあると思いますで。インドについては私は私 あの中国もそうですし、アメリカもそうですし、ロシアもそうですけれども、この4カ国っていうのは、なかなかあの自分の言うことは聞かない、最後まで勝手押し通すわけで、それは我々わ協力をしているときに、アメリカとの関係でもあるはずですから、私は結局、大事なのは、インドの持っているポテンシャルなり、インドが今、関心を持っているエリアということに対して、我々があのまさに協力するようなそのプロジェクトなり。 あの方向性を作っていくということだと思いますからあの一番大事なのはインドの頭になってインドが戦略的にやりたい分野でそれはこれだよねとそこに我々が何をできるかというようなアプローチをしていくべきではないかそれで一方でインドに対して過剰な期待を持つべきでないということもその通りなんで。 それはあのアメリカとかオーストラリアについても言えることなんで、要は日本としてちゃんとした台帳を作って、ですねここはやっぱりここで頼んでいこうという,ようなことで、ここは我々はここができるとで、だから海洋安全保障なんかの話もそうではないかと、日印の防衛協力をやったときに、インドから言ってくるのは海上自衛隊絡みの話ばっかりで、ですね非常に当初あの、面食らったんですけれども、だんだんその状況が変わってくれば、我々もここは出せるというこもあるし、ですね逆に我々が頼んでも頼んでもやってくれないこともあるので。 そこはまあ粘り強くやっていくとその場合やっぱりみるみるの軍と軍の信頼関係っていうのは重要じゃないかなと思いますとりあえずそんな感じでおりますどうもありがとうございますじゃあ神保さん、えー、いかがでしょうはいあの私は日米豪意の安全保障協力の可能性について若干いくつか述べたいんですけれどもあの現在のところ、えー、この4か国があの4か国として具体的な問題に 共同対応するっていうのはなかなか難しいんだと思うんですよ。日本を取り巻く海洋完全保障とか朝鮮半島とか台湾とか。そもそも日本は憲法9条があるから、他の国がね、攻められたときに、自衛隊遅れませんので、ね。そう考えてみ、ね、<laughs> 例えば、インパ対立とかね、中印国境紛争に、そう、絡むっていうのはなかなか想像しがたい。憲法9条がありますからね、えー、日本はね。そう考えていくと、その4か国協力の実態っていうのは、2国間関係の束。 ととして捉えるる必要があんんだと思うんですね3か国っていうのもあるんですけれどもこういった束のダイナミクスの中に4か国の協力があるっていうのがまずあの実態としては大事だと。で2つ目にそれでも4か国が協力したあの軍事的なこう共同訓練みたいなっていうのは徐々に育ってきて、まあ、特にあの昨年はマラバールという海上演習が オーストラリアが、まあ、公式に参加してインあマナバールちょっと説明してもらえこれはもともとはアメリカとインドの、えー、海軍同士の,その合同演習だったんですけれども2005年からですかね日本が公式参加をしてでオーストラリアはずっと参加したいと言ってたんですけれどもちょっとインド洋を巡るこう。えー ちょっとした対立もありましてなかなかこう入れてもらえなかったんですけれども去年からしっかり入ってで四カ国のこの共同演習という形で結構しっかりした形になったということなんですねでこれはあのすごい大事だと思っていてまあ一つは例えばこの海洋安全保障で中国とロシアもまた合同訓練とか 南シナ海とかででやるわけですよねでこういったことに特にこの、えー、価値を共有する国々が、えー、それをはるかにしのぐ規模でちゃんとこうプレゼンスを示していくっていうことはすごく大事だししかも場所を選ぶことだってできるわけですよ。えー、今年はインド洋次の年は場合によっては日本近海とかグアムの近くとか。 それによってこう戦略的なこうメッセージどういうところにこの4カ国は関心を持ってますよということを示しながらお互いの,この相互運用性とかあの軍と軍とが協力しますということをあの拡大することはできるわけですね。で2つ目は直接的な協力はできるかもしれないけれどもできないかもしれないけれどもお互いのプラクティスを参照し合うということができるわけです。 さまざまなこの離島防衛というのは日本も尖閣であるしオーストラリアもココスとかインドもアンダマン・ニコバルとかあるわけですけれどもやはりこのお互いの,このどういうふうにこの領土を保全していくのか守るのかというプラクティスというのは結構大事なわけですよね。これを相互参照しながら望ましい海洋秩序を作っていきましょうということを育てることもできるしこういったスタンダードを4か国はリードする枠組みとして 可能性を大体あのここで議論が第一ラウンドの議論が大体まとまったと思うんですが要はやはりその、えー、これは安全保障の協力として私は始まったと思っていますがただやっぱり今日の今の議論でなるほどと思ったのは何も自分がやられたら助けてもらう誰かがやられたら助けに行くというのだけが4か国の協力ではなくてソフトの協力もあれば 今、まあ、神保さんがおっしゃったように、その相手がやっている離島防衛のやり方で学ぶとことかですね、そういうことも含めてのこのクワッド、いわゆる日米合意の協力というものを考えていく、そこからまあやっていく必要があるのかなという、まあ、逆に言えばそういうことを積み上げていくと、より何かが見えてくる、その出発点にいるという気がいたしました。でその上でででカ国だけでこう身内だけけ身内結構いろいろろと まあ、ある意味ではこう当然なんですけれども課題もあれば可能性もあるということなんですがこの4カ国でいくら協力してもです、ねえー、地図で見て分かるように東南アジアがそっぽを向いちゃったら、えー、この全然なんですかねドーナツの真ん中が穴開いちゃったみたいなんです、ね、そう面的にそうなったりすると思うんですよね。で,その上で,ですからこう2つ目の塊としてまず大場さんその後川島さんに、えー、この。 アメリカにも持ってもらうことが保証されている日本やオーストラリアと違って、インドみたいな大きな国と違って、その間にアメリカと中国の間に挟まれながらも、えー、生きていく、どうやって生きてい,こと生きていくかということをいろいろ悩んでいる、東南アジアにどういうふうにアプローチして協力を積み重ねたらよいか、この点をまずあのご専門である大庭さんからお願いします。 ASEAN、まあ、というか ASEAN アア諸国ですねあの東南アジア,ア、ASEAN ア諸国はあの、まあ、基本的にはあの今までは そのアメリカににもも中国にもつかないでこれはあのもうかなり前からその大国との付き合いをどうするかっていうのがもともとの ASEAN というものを作った時の出発点の一つでもありますしあのなるべくその東南アジアに大国の影響力を寄せ付けないっていう話からその冷戦が終結した後はむしろ大国とまあ,あのこう。 多方向に付き合ってでそれでその中で自分たちはバランスを取ってあの存,在感存在感を示そうっていう話をしてきたのが ASEAN 諸国で,で幸いなことにこれは90年代2000年代はその戦略が非常にうまくいったでこれは ASEAN の存在をあるいは東南アジア諸国の存在を生きがい諸国が非常にまあ尊重したからと。 いうことがあったんですけど、あのそれがどうもあのバランスが崩れてきていて、でどうしたらいいのかっていうのがこの2010年。 の10年間で、まあ、この課題は今後もあのもっと深刻になっていくっていくととううことだと思うんですねであのどうもそのアセン諸国を見ているとやはり基本的にはそのどちらも選びたくないアメリカも中国も選びたくないっていうことなんですが2020年の1年間で非常に感じたことはやっぱり中国は少しやりすぎたのかなという気がして中国への反感あるいはちょっとこの中国が影響力を拡大するのは不可避なものだとして でもやはりこのままそれを野放しにすることへの懸念というのはどの国でも非常に広がったと思うんですね。でこれはあの一部の,そのあるあのアンケートなんかを見ますとカンボジアですらそういう懸念を抱く人がいるということであのこういった対中 あの決して中国と喧嘩をするわけではないけれども。あのしかしながら、ちょっとこのままではまずいのではないかと思っている方々も多いということです。で、そういう中で、じゃ、どうやって付き合っていけばいいのかっていうと。例えば、そのインド太平洋戦略は。やはり、そのアセアンとして出した、あの、あの、アセアン、インドアイ、あの太平洋アウトルック。という、これ2019年に出されたものがあります。で、これは対中牽制ではなくて。むしろ、日本も中国も、その、まあ。 そそれこそインドもですねオーストラリアも何もかにもアメリカも全部含めてでインド太平洋をやっていくんだということでかなり相場な的なものなんですね。でだったとしてもやはり ASEAN 諸国を引きつけておくためには ASEAN、まあ、としてのインド太平洋構想とその日本が考えていることはそんなに違わないんだということは前に出していかなければいけない。 でそうするとクアッドはどうなんだってことなんですけどクアッドについてはもうこれは誠実に日本としてはもう日米同盟だけには頼れない中でこれは将来的に必要になってくる枠組みなんだっていうことはそれをその東南アジアを引きつけるかどうかはさておき日本の立場を正直に私はもう言ってしまった方がいいと思うんですね。ねそののの上でアセアン諸国がどうううするかっていうのははこれはまあアセアンの選択のような 気がします。で、それと3つ目が今までも日本と東南アジア諸国は個別ではあり個別のものが多いんですけども。あの防衛安全保障協力を特にこの10年間進化させてきたということがあります。で、そういう中では例えばですね。あの、その中での進化もあって、インドネシアと日本も。 あの共同訓練をするようになっていますね。で、やっぱりインドネシアというのは、東南アジアの中では最大の地域大国ででインドネシアの姿勢やトーンというのは東南アジア全体に非常に大きな影響を与えると思うんです。で、こういったそのインドネシアとのその海軍と日本あの日本とのですね。共同訓練と。 いうこ,とでこれをあの、まあ、あのやるようにコモドっていうんですけどやるようになっていたりあとは、まあ、ご承知の通りベトナムやフィリピンあるいはマルイシアといった国々との防衛協力もやっていてで先ほど神保先生からあの、まあ、4か国で、まあ、とりあえず集まっていろいろ学び合っていろいろこう積み上げていくことというのがあのお互いのすり合わせにつながっていくのではないかという話があったんですが実は東南アジア諸国ともそうだと思うんですね。 で日本に対しては、あのこれもあの東南アジア研究所のアンケートによりますと、非常に信頼度が高いんですね。日本が信頼できるというふうに答えているのが、もう6割、7割に近いというような状況の中で、なぜそういうことがあの可能かっていうと、やっぱりこれまで積み上げてきた協力というものの在り方が非常に良かったのではないかと私は思うんです。で東南アアアジア諸国の人々もリアリスティックですから あのずっと遠距離外交みたいなものだけをやっていくのはダメだということは分かっているので現実に対応する時にいろんな選択肢があるんだと。 いうことを今からいろんな形で仕込むという意味では、そのインド太平洋での勉強を呼びかけたり、でクワッドはこういうもので、決して中国だけを念頭に置いているものではないんだけども、日本が置かれている安全保障環境の厳しさを考えると、これは選択肢の一つとして我々はやっていかなきゃいけないんだということを示したりということをあのあのこうちゃんと説明していく必要があるだろうと思います。すみません、長くなりまししたたありがとうございます。 やっぱりや絶対に逆に言えばやっちゃいけないのは a アセアンに対してお前どっちつくんだと日本なのかじゃないアメリカなのか中国なのかっていうようなことをこ言っちゃいけないしでも、えー、ここ2020年以降中国が南シナ海やいろんなところでやりすぎたので、えー、こっち側にそろりと来ているんだからそれを大事にしようねっていう、まあ、そういうような感じなのかなと思います。え橋本さん それであのまさに川島さんには後でまた中国側の話もいろいろとお伺いしたいんですが、ここまでの議論を聞いて、ASEAN、えー、アアや他の国にこ,のこっちに来てもらうといいますかね、協力をやっていく上でどういうふうにしたらいいだろうというふうに思われますか。今お話しいながら、一つ、二つ論点があって、一、えー、つはクワットと,と,とフォイップって同じなのかという話ですね。 でここは、えー、と多くの国、中国もですけど、別のものと見ている,もあるフイ、フォイップはもう一回、ょっと説明すると、ジュリー開かれている太平洋を、まあ、戦略構想、いろんな言葉がありますが、あの要するに、こうというよりもあの、軍事安全保障以外の側面が強い、より経済面も組んだような、今、おばさんもおっしゃいましたけど、協力枠組みだというのは日本政府の立場だったかと思います。 ですので、すの日本はそういうふうに東南アジアにも説明してきたしだからこそあの、まあ、クオッドというのはややセキュリティミリタリー向けだったのに対して、えー、自由で開かれている太平洋、ホイップの方は中国との一対一度とも重なりを持つことがあり得るということを言ってきたわけですね。だから FIP の方はホイップの方はどちらかを選ぶという話じゃないんだということは言ってきたんですが今それをちょっとこうまた 難しい局面に入ってはいるんだけれども、言葉を分ける可能性があのいってですねで2つ目はですね、ASEAN、えー、アアというものを、をどこどこ地域というのを地域として見るのか、国別に見るかという話なんですね。ASEAN アアという主体はあるようでありながらないわけで、えー、その個別の外交をしているわけですから、日本ってすぐ ASEAN というんですが、中国の場合にはすぐ ASEAN アアから入らないんです。中国は個別の国で入っているので、 中国のやっている国ごとの外交と、こちらの ASEAN というところ、ずれと言ってしまうとで。中国の方が相当細かく対応しているので、そこは見ないといけないですね。でやはり、やはりその今、いくつか申し上げると、第一点目に、高見沢さんがおっしゃった、インドの頭で考えるというのは大変重要なご指摘だと思っています。つまり、東南アジア10個あるんですね、東森は11個あって、それぞれの頭で考えられるかなんですね。 でそれは ASEAN の頭では多分ないんですね。ASEAN というのは、あ、まあ ASEAN の頭はあるかな、ジャカルタに。だけども、それぞれの国の頭で考えてみるということがどれだけできているかということなんだろうと思います。で、これはですね、中国は非常にこれ苦手だったんです、もともと。中国は中国の頭で考えちゃうから、あるいは現地の華僑の人で考えちゃうから苦手だったんですが、この,このところですね、えー、だいぶ中国の人たちは現地語を学んだりですね。 ちょっとこちらとしてはお家芸を取られたような感じがあって、現地の言葉で現地社会と接する、あるいは現地社会で中国語をやる人が激増していて、コミュニケーションできちゃうんですね、従来以上に。それがかなりの大きな脅威になるかもしれないと。で、2つ目はですね、経済について、大場さんがおっしゃるように、確かにですねその対中感情悪くなった、その通りです。しかし、日本は特に9割悪いわけですよね90。90%の日本人は中国にネガティブだし。 ほとんどの国は、まあ、多くの国は中国にネガティブなわけです、まあ。ポジティブなのはパキスタンと一番ありますけど。で、そうでありながら、中国との経済関係はどんどん緊密になってしまう。そのジレンマだとね、この安全保障の問題があり、問題があるんだけれども、非常に緊密な経済関係、非常に緊密な人の往来、もちろん今回の新型大変炎で途絶えましたけど、えー、そういう中でどうやって関係を作るのかでみんな悩んでると、えー、ですからど、どちらかを選べって言ってもできない。 ということなわけですねでここで大きな課題になってくるのは何かというと、中国自身もそうだし、アメリカもそうですが、アメリカが言っている軍民両用のデュアルルース運動もそうだし、それから中国は最近、中央経済工作会議で、経済と安全保障の総合的なバランスとよく言うんですね。つまり、経済と安保を絡めてくる。で、アメリカの軍民両用もそうですよね。つまり、はっきり言えば政経分離がもうできないんです。 つまり、経済はみんなで、経済は中国も、安保はアメリカという、この区別ができなくなる可能性、今、まあ、ひたひたと来てますよね。これはおそらく東南アジアもそういうふうな部分が出てくるかもしれない。もちろん彼らにセンター産業どれだけあるかといろいろあるかもしれませんけど、中国がこれだけ浸透しているならば、まあ、そこに入ってくると。で、これは必ずしも中国と東南アジアの国々がインフラの、いわゆる主体主のインフラとか、ワクチンとかだけではなくて、例えば日常的な手元にあるスマートフォンですね。 スマートフォンに浸ってそこに入ってくるような GPS システム、船の運航のシステム、こういうものが中国の方から入ってしまうので、日常生活のいろんなインフラが中国化するわけです。でそのような状態にある東南アジアだとするならば、えー、そこで日本が何ができるのかという話になる。ですから、そこでインフラで勝ち目がない、じゃあどうするのかというところで、一体何のどういう面でオールタナティブになれるのかということは、 日本にとって非常に大きな課題。例えば、日本に ODA かないならば ODA かない我々はブルネイには関与できないわけで、すねブルネイは最国なので、GDP 高いので、ODA は使えないわけですよ。タイムももう無理ですね。イネシアもほぼ無理ですね。ODA で関与できるのは、ラオスとカンボジアと、ベトナムと、ミャンマーぐらいしかないまあ東日本ールありますからそしたら中心国に日本って手段がない。これでいいのかと。かですね あれやはり大きな問題は、とも一つは、アメリカという国に対しての反米基調は結構強いこと。そこの中で、反米の側に日本がカバーできるかどうか、この非常に大きな問題があって、まあ、キャパシティビリニングの問題ですけど、いろいろあるんですけれども、えー、冒頭に帰りますけれども、中国自身のまあ関与が強い中で、日本の中で、東南アジアの各国それぞれの国の頭で考えられているが、多分これが勝負で、どれだけきめ細やかにできるのかということがあるので、やはりこう、お金もない中で <laughs>、 頭を使うしかないんじゃないかというのが大変重要な大変重要な指摘がいくつか含まれていたと思います一つは繰り返しになりますが「汗せあん」というふうにこう、えー、演題を設定してしまっているんですがこれは3年三年1組とひとまとめにされているようなもので3年1組の中には10人の生徒がいるわけですから <laughs> 3年1組だからって ヒットワとめにされたら、それはみんな嫌ですわね。住んでる場所も違えば、家も違うんで。で、そこを中国が意外と、昔は3年1組で、お前こっち来いってやってたのが、なんかこう、個別にきめ細かくアプローチしているよっていうこと。で、お金も彼らはあるし、日本は ODA がありましたけど、ODA の基準化すると、もう結構豊かになっちゃったアセアには、えー、なかなか使えないとかですね、えー。さまざまな非常に大きな課題が浮き彫りになってきたと思うんですが、そこで再び、 あのタイに住んでおられたことの長い神保さんと伺うとともにその後にあの、えー、とに佐竹さんにちょっと伺ってもしもそれでさらに何か言いたいという、えー、ようなことがあればですねちょっと、えー、ご発言いただいて次に進みたいと思いますあのそのこのインド太平洋地域の 特徴はやはりこり多様でであるととということだと思うこだ思んですねでこ多様性というのは政治体制もそうだし経済のレベルもそうだしあとその社会、えー、その支えているその社会基盤みたいなところでここになんかこう共通のアプローチで何か対応すると、えー、うまくいくものもあります。例えば インフラ需要というのは高いし、インフラを整える、それデジタル、川島先生のおっしゃったようにデジタルインフラみたいなものも含めて、さまざまなこの需要に応えていくというものはあるんですけれども、そこになんかこう、イデオロギー的なもの、例えば自由とか民主主義とか、えー、当てはめていくと非常にこ,うこれ難しいもの、側面というのがたくさん出てくるというのが結構大きなポイントだというふうに思っています。でおそらくこれインド太平洋 のコンセプトってどういうふうに成功を収めるかっていうとおそらくこう全ての,このインド太平洋という構想を持っている国にそのなんて言いますかねあのコピーライトを与えていくとあなたが持っているインド太平洋構想っていうのがまさにその通りなんですでそれを重ね合わせていったところに現れた構想っていうのが多分インド太平洋としては一番正しいものであって アメリカ型とか日本型というものを押し付けると、おそらくこれがうまくいかないというところが、まあ出てくるっていうのが、あの一つのポイントだと思います。で、二つ目に、バイデン政権がトランプ政権を引き継いで、自由で開かれてインド太平洋という。 言葉を引き継いだこととすすごく良かったと思うんですねなぜかというとこれでここ数年はまさに磁石のように多くの国がこのコンセプトに乗っかって地域構想ができてきたからだと思うんですけれども他方でやはりこうアメリカの力点はその冒頭にあったこの力のバランスの問題と新たにこの人権外交価値の外交というものが強く打ち出されるようになったと。でこれが本当にこう うまく機能していくのかというところは十分注意するべきだと思っていてまあ一つに例えばデモクラシーって世界的に今後退しているんですねで権威主義はなかなかデモクラシーにそんな簡単に移行しないしすでにデモクラシーを達成している国はどんどんパフォーマンスが悪くなっているとあまりいい話がないわけですよでそこで一生懸命民主化支援をやったってうまくいかないということだし経済協力でコンディショナリー条件をつける こですね、民主化するんだったら出すけどしないんだったら出さないみたいな条件をつけてもいやもうそんなお金はいりませんだって他に出してくれる国中国がいるわけですからという形でうまくいかないわけですよだからその例えば今ミャンマーで問題が起きている時に一斉にこれこう経済制裁をかけようとミャンマーを ASEAN から追い出してそしてこう孤立化させようみたいな戦略が 本当にうまくいくのかということは、十分精査しなければいけなくて。え、それは、結果として、ミャンマーを中国の勢力圏に、まあ、自動的にこうやるような政策になったとしたら。我々の、その、本当の目的って達成されているんですかということになるわけですね。ですから、こう、非常に大事なことは、あの、川島先生、大事なこと言われて、それぞれのこの頭で考えるということですけれども。結局は、その関与を。 その閉ざすので、入り口を閉ざすんじゃなくて、その中に入って。出口に導いていくためには、何をしなきゃいけないかっていうのを。やはり日本としては考える必要があるんじゃないかと思いますね。ありがとうございます。まさにそのバイデン政権は。もうウイグル、中国に対しても、ウイグル族の弾圧とか、香港とか。厳しいんですけれども。東南アジアも、ベトナムは一党独裁だし、共産党は独裁だし、ミャンマーはこんなことになっちゃってて。だから、こう、えー、その各国の。 人格を大事にしようというところか DNA を変えろみたいなですね性格変えろみたいなふうになっちゃうとやっぱ取りまあ言葉悪いんですけど取り込むどころかえ中国はそういうこといちいち文句言わないわけですから向こうに行ってしまうというそういう議論だとなのかなというふうに思って聞いてました、えっと、佐竹さんあのいかがでしょうかで最後に大ば,ばさんが隣でえこうさらになんかこう最後もう一回 発言をしたそうなオーラを出しておられるので、大ばさんに短く発言いただいて、このセッションを終わりたいと思います。はい、あの、日本の自由で開かれたインド太平洋構想って細かく見ると、確かにその自由とか、あの法の支配とかっていう。まあ、非常にリベラルな価値観を出してはいるんです。けれども、他方でその人権とか民主主義については？ 実はこう言葉を控えていていですねでじゃあ自由って何なのっていうと例えば高校の自由であったりあるいは自由貿易っていうそう国際的なまあ規範を指してまあ自由っていう言い方をしてるんですよねだからその国内体制にはなるべく踏み込まないっていうまあ日本伝統的な価値外交だと思いますけどそのラインはおそらく維持してるんだろうというふうに思います。で他方でじゃあその民主化支援とか人権支援に日本が何もしなくていいかっていうとやっぱそういうのではないのかなと私は個人的には思ってましてあの特に貿易協力の文脈で あの軍のです、ね、やっぱ民主化支援っていうことをこれからもうちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。であのデニス・ブレーアっていう元太平洋軍の司令官がミリタリーエンゲージメントってこういう非常に分厚い本を書いていてで外国軍がその権威主義体制の民主化をどう支援できるかみたいなことについてですねケーススタディであで考察した非常にいい本があるんですけれどもその中で彼が言ってるのはやっぱその民主化権威主義体制の民主化によって軍っていうのは一番重要であると。 なぜかというとその国民を弾圧するのもあるいは民主化を支援するのもです、ね、全部やっぱり軍なんだとだからこう軍をどう民主化していくかっていうのはこれやっぱ体制変換において決定的に重要になるっていうことをあのデニス・ブレイは言っていてであの必ずしもその日本がアメリカのようなことを全部真似することはないと思うんですけれどもやっぱその必ずしも押し付けにはならないような形でなるべくそういった民主的な規範を権威主義体制に移行していくみたいなことはですね直接やらないにしても あの多少意識しながらおそらく防衛協力やっていくべきなんじゃないかなと具体的には例えばその日本の文民統制のあり方とかあるいはそのまあキャパビルとかその教育支援とかを通じてです、ね、あの民主化っていうのは軍にとって関しても悪いことじゃないんだよってことをこう身をもって示すみたいですねそういうなんか協力ってやっぱこれからおそらく重要になっていくんじゃないかなというふうに私はあの個人的に思ってます。ででそのためには当然やっぱ日本自身が その民主主義とか人権においてまあ模範とならなければいけないというのは、あのこれは最後にあの付け加えて聞きたいというふうに思います。あの最後のおばさん、あのまさにこの東南アジアの,あの特にご専門研究されてて、要するに東南アジアが中国に脅威を抱いて、こっち側に来て中,中立じゃなくて、少しはこっち側と協力しそうだねというようなお話もありましたけれども、こっからが肝心で今の話を聞くと人権問題をある程度佐竹さんのように。 無視はでききなないいけれど軽視はできないでもそこを追求すると,こうあのちょっと東南アジアの人たちも反発しちゃうしさらにはもう個別にやっぱりこうアプローチしなきゃいけないということでいろんなこう難しい問題がいや重要な課題が提起されたんですが最後にちょっと一言、はいはい、あの日本の外交が対 ASEAN になったのは割と最近でもともと東南アジア外交は日本も個別だったと思うんですよねかつては。で、うん ASEAN アアとして重視するようになったのはもちろん2000年代に入ってからかなという気がします。でそうするとデュアルアプローチでいいと思うんで二重アプローチで。つまり正直な話今の状況だと中国にとっては ASEAN アアがその団結してやってくると鬱陶しいけど日本にとっては日本と ASEAN アアとの関係も強強あの重視するしでかつ ASEAN アア諸国個別の。 あのちゃんと頭で考えてアプローチしてもう全然問題ないということで、日本にとってアセアンシア,セアン対アセアン支援というのはそれなりに意味があるのではないかという,うに思ったんです。だから、何もその中国が考えるような個別アプローチだけにならなくてもいいのかな？という気がちょっとしたんです。で、なぜかというとあの今の。 まあ結局、手つかずあの非常に厳しい状況の中でアセアン諸国自身がどうすべきかというアンケート結果があってその中で、ね、53.8%の人々がまずアセアン自身の強化や強靭性の強化ということを言っていてやっぱり彼らにとってその全部役には立たないんだけどすべてをそこに委ねることはできないんだけどやっぱり自分たちがある種持っている手段としてアセアンはやっぱり重要だと思ってると思うんですよ。 でそこのところをあのそれなりに重視したことをやりながら二重でやっていく、で民主主義や人権はあの私は正直正面切っても打つ手がないと、日本にとっては打つ手がないと正直思っていて、ただし、日本があのなてうのかな権威主義体制を容認するっていう形を取るのも長期的にまずいと思ってるんですね。というのは、各国の中でデモが収まらないっていうのは、やっぱり状況は20年前と違うと思うんです。 あの市民社会もそれなりに育っている、中で、日本がよう、よう、権威主義っていうのはまずい。だから、やっぱり日本としては、自由とか民主主義は大事だっていうことは、繰り返し表明する必要がある。だけども、それ以上の何かプレッシャーをかけられるかっていうと、私はそれは控える。だけど、日本としての立場は、明確にするっていうのが重要だと思います。はい、ありがとうございます。やはり、その、人権に、問題に、全く無視するわけでもいかず。でも。 えー、そこは各国の事情を踏まえさらに ASEAN アア全体で気候的なものをまとまってやっていこうという機運もあるからそこにも配慮しながら、うん、同時に個別にもアプローチを忘れないというですね、えーまあ、まとめるとそういうような非常に、えーまあ、当たり前言っちゃえば当たり前なんですけれどもそういったことがやはり必要なのかなと感じましたで最後の塊になるんですがいよいよ中国にどう向き合うか。 はっきり言って、ですねこのインド太平洋構想とかクアッドは別に中国に喧嘩を売るためにやってるわけじゃないわけですね。中国が大きくなりすぎちゃって、こっちがある程度団結しない、連携しないと中国がもう全然言うこと聞いてくれないし、あの好きなように中国がルールを作っちゃったりするのは嫌だから団結するわけなんですけれども、そういう中国にどういうふうに対応していくのが一番効果的なのかと。 いう点について、まず、あの、中国のご専門でいらっしゃる川島さんから、お話を伺って、その後に高見沢さんと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あの、これも先ほどの話と通ずるところがあるんですが、えっ、ー、と、まずは中国の頭になれるかってことですね。えー、あの国がやっていることな、何を考えてあんなことをしているのかってことをやっぱり、えー、理解をしていくことっていうことが大事ですし。 あるいは何かがあるときにあの国の人たちならこう考えるだろうなという類推というかそれができるような状態を日本なら日本でオールジャパンで作っておくことがとても重要だとこれからむしろ本当にそういうのを結集していかないとだめだろうと思っています。例えばこちらが同盟国をたくさんあって一緒にこうやる連携これは中国に大変効果がある方法なんですねプレッシャーとして。でももう一方で中国はやはり非同盟なわけですね。これはがんとして今と変えない。 で中国には中国には時間制限があって、人口問題もあって、2030ぐらいまできつくなるとかですね、あるいは2021年、今年共産党100年で、来年の秋が習近平の党首席、ああの総書記の任期延長、または党資席になる、2023年の春でもって国家主席の延長になるかという、この3年ぐらい、非常に微妙なわけですね。そういう中で、彼らは成果も欲しいけど、習近平の傷に傷がつくことはやりにくいだろうとかですね。 彼らなりのロジックっていうのがあるので、そのロジックを踏まえられるかってことが大事です。で、その際にやはりもう一つ重要なことは、我々がその、さっきのアセアンも言われてましたけど、権威主義とか新興国っていう荒いくくりをそろそろやめるっていうことがあるんですよ。その新興国っていう国り方も極めてこちら目線なんですよね。うん、要するにこ,でこちらだけね、理解、こちらにとって違う人たちを権威主義に対するっていう言ってきたので、 その新興国、権威主義体制とされる国よりもあまりにも多様なので、その多様さというものをどれだけ踏まえられるかによって、個別に対応しがないと、権威主義にはこうやってやるんだというじゃもはちょっと無理なんじゃないかというふう私は思っています。それから次に、そうした向こう側の観点を見た場合に、やはりこちらの方に、あえて少し隙を見せるということも、時には必要で、クワッドなり、あるいは f y i p なりで、日米豪印なり、日米が。 完全に一致すするわけでではないというとうころですねそこに少し違いを見せるそこを彼らが選んできますからでそしてどっちかに寄ってくるので、えー、それはそれとして受け止めるということですねでそれをこのこちら側というか日米合意の側で特にめくじら立てずにそれはそれちょっとや,やっていてというふうにそこでこう対話させるとでそれぞれがそれぞれの分野でもって中国とのこう関係性を維持するといとても重要なことでそこをやらないといけない,い,けないかと思っています。 例えば非伝統的な安全保障領域であれば、いろいろ可能性があるわけで、そこの部分で日米合引それぞれ、または違う国々と、あるいは第三国協力を含めて、どういうふうにやっていくのかというのが大きな課題になるだろうというふうに思っています。あと、中国の方に即して言うと、中国はもう2016年ぐらいから、アメリカを中心にする安全保障ネットワークはもうダメだめだ、嫌だっていうふうに批判しているわけですね。ですから、日米安保のロジックはどんな説明してもだめです。それは彼ら反発します。それからあと 西側の価値観ももう嫌って、もうトランプ以前から言ってるので、ここは多分無理なんですね。だから彼らが何を肯定してるといと、国連なんです。国連は猛烈に支持してるんですね。そうすると、国連絡みでこの地域なんかやってること、彼らは PKO、PKF は最大になってますので、その関連であれば彼らはなしく聞くと思いますね。ですから、彼らのロジックで彼らが断れないものってあるので、そのあたりも見極めながらやっていく。この幸い FOIP の方は、 東アフリカまで入るというのが日本の立場でございます。そもそも安倍総理がケニアで行っていますから、そうした意味であのいろいろなことができるとこ,ところもあるだろうというふうに考えて、少し広く幅広で考えていくのがどうかなというふうに思っています。とにかく以上です。1点だけちょっとあの追加で、えー、あの聞きたいんですけれども、今の話に関して川島さんにその、そういうことを全,員全部今のことを、今のこのアドバイスをもとに、もしも仮に我々ができたとした場合、 中国はどのぐらい行動を変える,変わる、変わる余地があるんでしょうけれども、余地がどのぐらいあるのかっていうのをちょっと一言、あ言、要するに中国は2050年までに世界の最強国になるとかですね、2035年までに最強の軍隊を作るとか、まあ、もうなんか自分でセットされた目標があるじゃないですか。だかどの程度そこを頑張って、今のアドバイス通りやって、いやいやえっと、なん,だなんていうんですかねあの、成果が中国の行動変化ってどのぐらい。 余地があるののかっていうのを一言彼らを変えるのは無理でしょう。やっぱ無理だ、ええ、しかし、遅らせることは可能じゃないですか。遅らせる、ええ。彼らの時間軸をずらすことは可能。ええ、ですからあの、周りの国がみんな反対してるから、ちょっとこれ待とうとかって彼らの判断あるので、そうした意味で、でも今回の会計法なんかそうかもしれません。これから少しは間を空くと思うんですね。みんなが警戒するから。その後じわりじわりやってくると思いますが、そのちゃんとみんなが連帯してそのプレッシャーかければ、そこで遅れるし。 それから、例えば海洋法というのは、こういうふうに、ウンクロス、アンクロスの理解はこうだしということをこう粘り強くやっていくと、彼らが1週間遅らせる、2週間遅らせる、連続それがつら本当にこう積み重なっていけば、何十年間の中で結構後ろに行くわけですよ。中国は後ろに行くほど辛いので、インドも上がってきますし、そうした意味で、変えるのは無理でも、遅らせることは私はできるんじゃなるほどあの、時間を遅らせることはできると、そういうことですね。大変いいントでした。ありがとうございます。 ではあの高,高見沢さんにその中国についての話を伺った上でえで、ー、最後のセッションでは、えー、コロナ禍の防衛協力などについて議論しようというふうになっているんですけれどももしもあれでしたら高見沢さんがあの話された後えー、ここまでの議論を踏まえて、えー、最後、えー、お一人ずつ,つです、ねえー、これはやっぱり言っておきたかった言い足りないということを喋っていただいてあの、えー、神保さんから順番にしゃべっていただいて で,できればまあその中に、えー、今日の議論を踏まえていろいろと課題もあるけれどもまずはここから当面来年いや再来年ここからまずやっていったらどうかというようなヒントみたいなのもあればです、ねえー、最後に教えていただければと思いいいままますすず高水田さんお願いしますはい、ありがとうございます。 えっと、今の川島先生のご指摘は非常に私もあの日頃伺っていることもありますけれどもあの正しいと思っています、それであのじゃあ日本としてまあどういうふうに考えるかということなんですが一つはですねあの中国の今の,その軍民融合戦略なりあの新総合安保といいますかとにかくそのあらゆる国力をあの一つの目的のもとに動員してそのビジョンを実行する力というのは我々も認めざるを得ないと。ですから あの我々自身がそういうオールジャパンであのやっていくことが非常に大事であるいはそのクワッドに限らずですねいろんな関係諸国との協力ということを考えた時にもっともっとあの効果的にで,すねできる余地があるのではないかとだから私は都市鉱山ということを言ってるんですが日本は資源がない時にそのすでにあるものを探すとか あるいは街の中にあるものを回収して使うとかってあるんで、私はその今の,この地域の安定に役立つようなあのプロジェクトとか要素が転がっているものをですねどう拾い上げるかと、それを形にしていくかというのが非常に大事ではないか。だからそういう観点から、ポイプ p というのもそういうことの効率化、効果を高める、シナジーを高めるための一つのビジョンだということで考えていくべきではないかと。の関係ではですね私は私 あのおそらくその勢いを我々がどう作るかということで今中国が中国に自分に勢いがあるからまさにこの勢いで今のうちにその秩序を作ろうということを言っていてだからまさにあの国際秩序形成競争ということに乗り出してきているわけですから我々自身がそういう、まあ、それこそ都市鉱山でも活用してよりそのいろんな勢いを作っていくということで彼らもそれを見てまたちょっと考えが少し遅くなる部分はあるんではないかなというようなことを ああと協力の形としてはですねやっぱり中国の中に入り込んで我々が協力するようなことができないかとつまり中国が非常に自分のイニシアチブでやっててどんどんその彼らのシステムを輸出してるんだけれどもあの昔日本がやられたように気が付いたらその中身は あの他の国だったとかせっかくうちは売り込んだんだけどメインテナンスは他のヨーロッパの国がやってたとかっていう話があるんでそういう形でですね中国が少なくともその国のためになってるようなことでわれわれが競争して本当はわれわれが勝ちたいんだけどもまあしょうがないかっていう部分もあのそこの中に入り込むようなアイディアっていうのはないのかつまり中国のイニシアチブを活用するようなアプローチっていうのができないかなというふうに思っています。それからああとととはは分野別なな協協力力るいい第三国ででのううようなことで もうちょっとその丁寧に見ていけば、ね、AIB のプロジェクトにしたってかなり ADB の方の影響を受けて変わったとかだんだんこう広がったっていうのがありますからそういうところをまあ探していくとで最後にあのただその力で絶対譲らない部分で彼らが変えないところまさに革新的利益に絡むところっていうのはこれはもう有無を言わせないところがありますからそこはやっぱり力を我々もしっかりあの投資をしてですね 能力をつけけななきゃいけないという部分は残るのかなとあのとりあえずそ,そんなふうに思います、あと国連についてはですね、あの非常に中国が今、いろんな形で攻勢に出てきているんで、日本ももっともっとその国際的なイニシアチブをです、ね、あの出すと、まあ、極端に言うと中国がこれから打ちたいそうなイニシアチブを日本が先,先取りできるぐらいの何かそういうアンテナの張り方っていうのは、あの具体的にはちょっと、 なかなか私もパッと今思いつくのはないんですけどそういうその中国が不満を持っている国際ルールシステムで日本も多少そうだなとこうあまりにもユーロセントリックだなというところを日本はこうも思,思ってるっていうのを先に打ち出すとかですね、そういっ手があるんじゃないかといやどうもありがとうございますちょっとつい私は聞きたくなってしまったんですが坂光さんと橋本さんに非常に短くていいんですけれどもあの今日の話とちょっとそれるんですがあの今世界では、えー、台湾 中国が台湾を攻撃するんじゃないかとあの先週の水曜日のディビッドソンド、米インド太平軍司令官は、議会証言という場で、2027年までに中国が台湾を侵攻する可能性があるみたいなことを言って、結構話題になっている、あのこれ見ている方々も結構、えー、どうなのと思っている人もいると思うので、ちょっとあのすみません、川島さんと高見沢さんに、ちょっと短くて結構ですねこれはどう見たらいいのかっていうのを。 はい、ありがとうございます2020年おそらく習近平が任期延長するという習近平の次の任期中という意味でしょうね、おそらくであの。それは習近平自身が福建にいたこともあるから彼自身ミッションと思っているのでやる可能性があるいうそれはすごく議論があるので分かります。ただ、先ほど申し上げたように2022、3で彼が任期を延長するまでは難しいので、そこから先だと。ただ、そこから先であるにしても、やはりそれでもなお完全な失敗は許されませんから、えー、おそらくやるとすると、今話題の東沙諸島か、 台湾海峡のどこかの金門松イガに違和感、何かしらの100%取れると思うところをやるというのはあり得ると思います。しかし、本台湾本島を解放するというに,には考え難いと私は思います。ありががとううございいます,すみません高水さんいかがでしょうか、えっと、私はですねあの、そういう条件を作るための努力を中国が引き続きずっとやっていくだろうと。だからそういうい そのマイナーな一見マイナーに見えるかもしれないけれども、そういった変化に我々として非常に敏感にならなければならないというふうに思っています。どうもありがとうございました。もう時間がいくらあっても足りないんですが、えー、やはりこの中国に関する議論では、あの高見沢さんからも勢いを勢いを作るでしたっけ。まあ逆に言えばこっちがこちら側の勢いを作るということで、まあ、川島さんからは。 逆に中国は行動は変えないかもしれないけれども、時間軸を遅らせることはできるかもしれない。で遅らせた結果、人口がどんどんこ少子高齢化で頭打ちになるとかですね。えー、ということで、変わっていくかもしれないという、そこは一つ、えー、このセッションで私が印象に残ったことの一つでした。では、あの時間がもう本当にきり、えー、がありませんが,、えー、キリが、時間がいくらあっても足りませんが、えー、最後に。えー 神保さんから一人ずつ左側でこれだけは言っておきたいということをしゃべりいただいてもしも高見沢さんもまだあればですね最後に高見沢さんでよろしくお願いいたしますはいあのまずあのこのインド太平洋地域の安全保障秩序をどうするかという議論の中でやはりこの中国による地 力によるこう現状変更というものをいかに阻止するかみたいな課題は常に言われるわけですけれどもあの大変こうインド太平洋構想を進めていく上で大事なのはやっぱりこうも問題を個別論点としてその国だけの問題にしないということは大事だと思うんですね。例えば日本尖閣ありますけど日本が単体で尖閣を守ろうとすると結構厳しい局面というのは出るんですけれども。 アメリカが日米安保条約の第5条を適用するというと突然このハードルを上げることができると大きなコストを課すことができるわけですね。でこれはあの南シナ海にもインド洋にも言えることで中国は何かこう現状変更しようとすることに対して問題をこう国際化していくっていうのは すごい大きななポイントになるんんだと思うんですでそのためにこういろいろ合同訓練をしたりプレゼンスオペレーションといってこのお互いの協力の姿でコミットメントを示すということを続けていくっていうのが すごく大事で,で今、防衛省自衛隊も国際業務が増えて大変だと思うんですけれどもやはりこのアクサこの物品役務交換協定でお互いの,この協力を深めたり今、オーストラリアと円滑化協定とか訪問協定いろんな言い方ありますけれども、まあ、軍と軍が協力できる素地というものを地域全体にこう広げていくと。 いうことはすごく大事だし、そこにヨーロッパも引き込んでいくということができれば、あらゆる。その現状変更というのは、国際問題なんだという状態を作る、というのが、一つの大きなポイントだと思います。で二つ目は、ですねあの、インド太平洋とかクワットとかがこう魅力的であり続けるためには、自らが魅力的じゃないとダメなんだと思うんですよ。で例えば、中国製品をシャットダウンして、技術をこう分けていくって言っても、それによってですね。いい あのスマートフォンがないし 5G も高いし全然サービスも悪いなんていう世界には住みたくないわけですねだとしたら自分たちがこう作っていく姿をより魅力的にコンペティティブにしていくこれは経済もサービスもそうなんですけど実は安全保障もそうで日本とアメリカオーストラリアと協力するとこんなに安全な世界そしてこんなにこう自由でみんなが活躍できるようなあの世界っていうのがあるんだっていう姿をやっぱり国は党中心として示していくっていうのはすごい大事なのかな 思いいいまままししたどううもありがとうございますす佐竹さんお願いします私は簡単にクアッドですけれども、よく中国に対する囲い込みとか封じ込みって批判を受けるわけですけれども、やっぱり中国って非常に力に敏感な国なので、ある種のこう均衡がないと、どんどん,どん,どんこう拡張していって、それがまたその紛争の火種になるということは、大いにあると思いますので、そういう意味でやっぱこうクアッドで均衡を作り出して、その上で中国と向き合っていく、中国とも建設的な範囲を維持していくという、まあ、そういう基本的なスタンスが重要じゃないかなとい思います。 ありがとうございますのお話で明らかのことは、えー、インド太平洋を加わっといったような長官図というか、非常に高い大きな目線と個別の目線、その両方が必要だという話ですよね。それからまた、今お話があったように、国際化連携するというものと、中国との対話をするという、その双方の話、こういうバランスが求められるという話があります。その中でやはり2つ注意点があって、1つはですね、先ほど経済と安保の話が出ましたけれども、えー、デカップリングの話以外に、 こう経済面で中国に例えば今の台湾のパイナップルをやれていますが、ある部分で過度に中国に依存するとそこは狙われるんですね。ですから中国のサプライチェーンは重要なんだけれども、ある特定分野で中国にすごく頼り切るということがあるかどうかの点検とかですね、そういうことを例えばこれは防衛省でりも NSS かもしれませんがで、しっかりやっていくとかっていう努力とか、それからまた台湾の論文、さっき出ましたけれども、日本はやっぱ東アジアにあるので、中国の目の前にありますから、 この東アジアで次何が起きるのか、えー、朝鮮半島、台湾です、ね、でその東シナ海、南シナこのエリアで起きることに関しては、少なくとも日本はアメリカ以上に敏感に対処すると同時に、国益に照らしてどうなることが望ましいのかをしっかり考えて対応していかないと、えー、それこそなし崩し的に現状はどんどん変わっていってしまうんじゃないかというのを思っていします。 現状をあの日本にとってもあの地域全体にとっても望ましい形にするというような観点からあのマルチの枠組みはあの活,動活,用あの活用していくべきだと思いますでクアッドは正直、ですねやっぱりあの4カ国が中心ですからやっぱりその4カ国のストレートな事情が反映されると思いますけどそれを長期,長期的にあの連携を強化することですり合わせをしていく場として。 で、インド太平洋というのは、もう少し広い形であの地域ビジョンというものを、あのもっと多くの国々を巻き込んでいく場として活用するということなんだろうと思います。その場合、あの神保先生や川島先生が言ったのは国際的なまあ取り組み。つまり、国際性とかあるいはその多くの国を引きつける。公共性とか、あるいはフェアネスといったことが。 あの綺麗事かもしれないけれども多くの国をこちらに巻き込むためにはそそして我々も魅力的だと我々のビジョンが魅力的だということを示すためにはそういったあのキーワードが重要なのかなとよう,うに感じましたちょっとハミさんありがとうございますあの今あの仁保先生のおっしゃった問題の国際化ということは非常に私は大事だと思ってまして。 でそういうことが非常に得意なですね、やっぱりヨーロッパの諸国との連携っていうのは、あの実質的に彼,彼らのインド太平洋の価値も高まってますけれども、そういう国際空間での対応ということでヨーロッパとの連携をしっかり考えていく必要があるなというふうに思います。それからあとあの中国の今の非常に大きなあの流れとして、あのインフルエンスオペレーションと言いますか、中国が膨大なあのネット空間で 大きな力を持っていますのでそれに対する対応というのを本当に真剣に考えなきゃいけなくて今日本の中でそこが非常にウィークポイントにもなっているかと思いますのでそういう点でもまた欧州から学べるところもあるのかなということであります。で最後にあの私自身が思っているのはあの災害の関係もありますけれども日本というのはまさにディザスタープロンといえば非常に災害が多い国でこれからもですねこのまさに10年というのは非常に多くのチャレンジがあると。だからそういうい あの対応をしなきゃいけないということを言い訳にしないで,で、うう国際的な観点もやっていかなきゃいけない、そういう非常に我々があが、他の国より大変なんだということを、我々自身が自覚して、みんなで協力してあのやっていくという、そういうあのスピリットが大事ではないから、まさに健全なるですね競争精神は絶対に持たなきゃいけないと思います。以上です今、えー、タイムキーパーパの方があと10分と分 <laughs> これちょっとビデオなんで喋っちゃってますが、私のこの普通のモデレーターは進行がまずくて大体時間がオーバーすることが多いんですが、10分ありますので大変に恐縮なんですが、ちょっともったいないので何か皆さん言いたいことがあると思いますので、ちょっとあのご発言をいただければと思うんですが、と言ってもあれでしょうから、ちょっとあの、 ここまでのまとめで、ちょっとまず一言、私が感じたことを申し上げた上で、そのちょっと何かあればですね、何かあればあのご発言い,いただければあと思うんですがあの、無理じゃなくてもいいんですけどね、あのやっぱり、えー、結局、えーこのまあ、まさに今これを見ておられる方々に、えー、もお伝えしたいんですが、今日の議論で、どういうふうに感じられたかでしょうか。やはりその、ついつい新聞はですね、分かりやすく報じようとして、 あのー、地図かなんかつけてですねこういう枠組みができた、えー、要するにこういうグループですね日本やアメリカやあ、あのー、インドオーストラリアこうなんか囲んでですねこういう枠組みができて協力していくんだとかですねそういう枠組みの話が随分分かりやすく、えー、報道の紙面上では、えー、踊るんですけれども今日の議論で分かったことは、えー、それはまあある意味でなんですかねこう料理をする際に 鍋を用意してその鍋の中に玉ねぎとか何とかこう材料を入れるというぐらいの話でそこからやっぱりレシピといいますか何をどう料理してそもそもどういう料理を作りたくてですねそのレシピは何なのかとかそのスパイスはどうかとかそういうことを考えなければ料理にもならないわけで非常に枠組みだけの報道はどうしてもそういう分かりやすくそういうところに行ってしまうんですけど。 そこからやはりいろんなこう知恵というものが努力というものが必要でその出発点にいるんだなというふうに私は思いました特にその上でこれから多分皆さん若い方もこの動画を見ておられると思いますのでやはりそのこれから必要になっていくと思うのはやはり今日何回も出ましたけれども中国の頭になって考えるとか ASEAN の頭になって考えるということは出ました散々出ました ということは、やはり相手の国を一生懸命勉強して、できればですね、あの多分皆さんこう頭の、相手の頭になって考えられるのは、相手の国に行って、住んだことがあるということもあると思うんですよね。もしくは何回もいい訪れてるとか。最近、若い人たちがあんまり海外に出張に行,行くとかですね、住むのが嫌がるということもありますけれども、やっぱりこう相手を知る上では、そういうことが、えー、を楽しめる。 楽しみなががらやっていくっていくとうことが必要で、まあえー、勉強的教育的に言えば地域研究っていうのがすごく大事だなということが一つとあとやっぱり歴史の重要性っていうのは今日私はとても感じました、えー、今日あの時,間をし時間軸を支配するということですね中国が何をどういうふうにやっていこうとしているか、えー、その勢いをどう考えるかということでそのこれからどこに行こうとしているのかということを 時間軸として知るにはどこから来たのかってことが分かんなければあの言えないですもんね。だから歴史ということがやっぱり非常に重要なんだとこの時間軸を今後我々がコントロールしていく上でもというのが、えー、私の教訓で最後にやっぱりこの我々が魅力的じゃないといけないということでですねそういう意味ではやはりこうこの日本語、えー、もっとこう魅力的にするということが我々の生き残りのためにも。 必要でこの話はやはり防衛と一口に言っても、えー、歴史とか地域研究とかさらには自分たちがどれだけ魅力的な人間国っていうものを作るかっていうことに関わってくるのかなというふうに思った次第です。ということででもまだ5分あるので何かこう言い足りないみたいなことあればいかがでしょうかはいあの そんなにあるわけじゃないさっきあのちょっと焦って言い忘れたこともあるんですがその前に今の鍋の話すごく面白いなと思ってでただどういう鍋をこう準備するかとかそもそも鍋が用意できるのかっていう話があって今日本はいっぱい鍋を用意してするようになってるんだなという感じでそれはそれで私いいと思うんですねでもおっしゃる通りそれだけで終わると結局トークショップで終わるっていうことになるのでそのあとの内実を 本当にこう充実させなきゃいけないぐらい日本の,あの取り巻く環境ものすごく厳しくなっているということだと思います。それと私はこれあのどういうあの見てる方々にはちょっと直接は関係ないのかもしれませんけど省庁間での そのまあすり合わせっていうことをあのお願いしたいなという気がするんですね。というのはあのまあ外務省、あの経産省そしてあの防衛省それぞれ立場があるのは分かるのですがやっぱり同じインド太平洋という言葉を使っていてもかなり違っててで違ってていいと思うんですで違ってていいと思うんですけどそのどういうふうに違うのかとかじゃあ総合戦略として。 インド太平洋は何なのかということを例えば文書でバーンと出すとかそういうような取り組みがオールジャパンというのであれば必要ではないかというふうに考えています以上ですはいいかがでしょうはいあの今の話あのレシピの話ですよねですからやっぱりこれも、えー、食べる人のことを考えるんですよね <laughs> だからこっちはこれを作りたいっていうのはわかるけど食べる人にそれぞれが食べたいものが違うっていうときに まあ、あまり細かく対応しすぎるとこっちが疲弊しちゃうのあるかもしれないけどどれだけ想像力があるかという勝負になるんだろうだからこっちが正しいと思い込んで動くってことが危険だってことなんだろうですね。からあと時間軸の話にしても重要なことは時代観っていいますかね今,今この時代はどういう時代でこれからどういう世界になっていって自分はどこにどうなるのかってことが。 国ごと地域ごとに相当に違う、もちろん個人ごとに違いますけど、相当に違うわけですね。そのズレみたいなものを把握しないと、それもさっきの話と同じですが、すぐゼロサムになったり、自分が正しい相手が間違いになってしまうので、そのあたりのこう見えてる世界がこの時代にインターネットで情報をつながってはいても、実は前よりははるかに違っちゃってるという、この状況をどれだけこう、まさ、あ、にこれも想像力かな、ちゃんと調べて把握して想像でき、相手のことを想像できるかという時代に入るので、 やはりあの教育の現場もとても難しいですしメディアも含めて役割というか責任重いなというふうに感じました。以上ですそうですね時代観という言い方でもいいかもしれないですね。歴史観というか時代観といいますかね。いかがですかあ結局じゃあすみません、3人のおまだご発言ないんで3人ご発言いただいてこれが本当の最後の発言で、えー、3分ありますので、えーまあ、1分ちょ 今、日ぐらいいいでお願いいたしますあの今川島先生の方からインターネットの話が出ましたので、コロナ後のやっぱりその防衛協力のあり方というところで、やっぱデジタル化をもっとこうどんどん取り入れていかなきゃいけないなって、現場でも非常に感じているところでありまして、例えばその冒険が政策シミュレーションっていうのをずっとやってるわけなんですけど、結構これがそのインターネットでオンラインでやると非常に相性がよくて、データの共有とかそのグループ分けなんか、非常にあの簡単なんですよ、ネットでやる方がむしろ。 でもちろんその交流っていう部分を重視するんだったら対面でやった方がいいと思うんですけれども、え同時にやっぱりそのデジタル化ってことがあればそのいろんな国がやっぱり参加できるってこともありますのでこれやっぱ加速的かあの加速度的にやっていかなきゃいけないなっていうのは一つあります。であともう一つはそのコロナに対して脆弱な国にどうあの配慮するかっていうのは防衛省をもっと真剣に考えた方が多分よくてで特に東南アジアとかですねあと太平洋の島諸国っていうのは非常にやっぱ大きな打撃を受けていて観光業なんかに非常に多く寄ってますので。 でそういういところにまた研修体制の国がつけいってそのコロナ支援とかで入ってくるっていうところがありますのでそういうところに対する手当てっていうのをもっと充実させるっていうのが重要かと神保、はい、さんはいかがでしょうはいあの、まあ、一つは時間軸の話であの私たちが若い頃2025年スタディみたいな <laughs> あのものをやってもうすでにその時代は来てしまってで当時を考えると そのフューチャースタディっていうのは間違えることもあるんですけれども今の教訓っていうのは当時考えたことよりも時代は早く動いた、えー、ということだと思いますでこれが今もし学生の皆さんが見ていたらその方々が活躍する2040年とかにどういう世界になるのかっていうことを考えながらやっぱり自己投資もしてほしいしあのどういう,こう職業や道を選んでいくのかということを考えてほしいと。 であの新興国という言い方は、鹿島先生に怒られちゃうかもしれないんですけど、<laughs> 間違いなく、この広がっポートフォリオ、力が広がっていくわけですね。で、そこにやはり自らを投影することが、どれだけ将来の力になっていくのかということを想像する機会になるといいなと思いますこれが本当に正真正銘の最後になりますが、高見さん、お願いします。 はいありがとうございますあの私はやっぱり危機感を持つと、日本が世界の中で置かれている状況に危機感を持つ、それから個人がもっと努力しなきゃいけないと、やっぱりあのインディビジュアルなインパワーメントというのがないと、日本全体の力が上がらないということだろうと思います。それをどうやってあの続けていくかということで、まさに人材、若者ですねの努力というのを非常に期待したいと思いますし。 あ私もそこを目指していきたいと思っていますとにかくあの成長し続ける力っていうのを個人が持たなきゃいけないなということを今日話を聞きながらつくづく思いましたどうもありがとうございました本当にあの私は今日は本当に普段の取材もそうですけれども、えー、今日司会ながら多くのことを学ぶ、えー、学ぶというか気づかされることがたくさんありまして大変勉強になりました えー、最後にやはりこう思いますのは、えー、自分の家族が良くなれば日本世界を良くしたければまずは世界を良くしようと思うんじゃなくて日本を良くする日本を良くしたいと思ったらやはり自分の町もしくは自分の住んでる地域そしてその地域を良くしたいと思ったらまず自分の家族自分の家族を良くしたいと思ったらやはり自分自身が 魅力的な人になるっていうことで、まあ、結論はですね、非常にこうテーマはクワッドとかインド太平洋とか大きいんですけれども、最終的には自分がどう生きるのかっていうことに返ってくるのかなというふうにも感じました。えー、長い間どうもありがとうございました。えっ、ー、とパネリストの皆さんも本当今日はありがとうございました。これにて終わりたいと思います。失礼します。以上をもちまして令和2年度防衛省シンポジウム戦略的な国際防衛協力の推進 自由で開かれたインド太平洋ビジョンを踏まえた防衛省の取り組みのプログラムを終了とさせていただきます。